国鉄補機4200経過車は、かつて、日本国有鉄道に在籍した発破車である。本形式を改造した、補機34200型についてもここで解説する。本形式は、石灰石輸送用として1959年5月21日から1967年2月4日に、かけて、日本車両製造、新潟鉄工所、富士重工業、 川崎車両にて128両が製作された30、トンセキの私有貨車である。この128両の製造数には、補機14,209が2両存在し全数は129両と、すると記載された文献が多い。全長は 8,750mm、全高は 2,535mm、台車中心間距離は 4,900mm。 地用石は20.3立方メートル、地上は13.7トンマイナス14.1トンで、換算量数は、積車4.5、空車1.4であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。車体塗色は黒で、1968年10月1日ダイヤ改正では、高速化不適格車とされて、最高速度時速65キロメートルの指定車となり、 識別のため記号に炉が追加され、炉補給となり機1号の帯を巻いている。本形式は奥多摩工業及び麻生セメントが所有した。奥多摩工業所有者は奥多摩駅を常備駅として関東地方で使用され、その後一部車両を除き補三34,200型に改造された。麻生セメント所有者は千備駅を常備駅として九州地方で運用され、 その後は、補機34,200型に改造されることはなく1983年11月24日に、全車18両が一斉に廃車となった。各年度による製造会社と、両数は次の通りである。鉄道広報によると1967年2月1日に、補機14,209補機14,226が、車席編入された。 この記載に誤りがないと仮定すると、一万14209は一時的に世与二社、存在したことになる。このため全数は、保機4200保機4299、保機14200保機14208、保機 14209R、一万14209ビット。 二百14,210四千14,227の合計129両。本来二百14,210四千14,227と記載すべきところ二百14,209四千14,226とした場合四千4200九機4,299千二14,200四千14,227の合計128両になる。 仮に1万4 2 0百九ビットが存在したとすると、補機1万4 2 0百九ビットが、補機14227に書き換えた場合は129両で、あるが、補機1万4 2 0百九ビットを、新補機14212、旧補機14210を、新補機14211に、とした場合は、数が、さらに多くなる。 補機1 4 2 0 9ビットの存在の有無に、関わらず製作した量数128量とする考え方もある。奥多摩工業所有の補機4,200型は、運用上人口過密地帯での運行を行っていたが、無害発破者であるため粉塵の飛散が問題になっていた。このため、 補機4200形式に1976年11月より1983年12月にかけてアルミニウム製の屋根を設け、その上にアルミニウム合金製の積み込み口蓋を設置する改造工事を日本車両製造及び富士重工業にて行い、新形式である補機34200形式が生まれた。奥多摩工業所有者百十両中十三両に 対して施行された。新形式番号は、基本的に、原番号プラス3番という不番方式にて、行われたが、いくつかの例外がある。このため多数の欠番者が存在する。保機34,200形式93両の、内訳は次の通りである。屋根類を取り付け自長が増加したことにより、荷重は28トンになった。全長は8,750ミ、mm、リメートル。 全高は 2750mm、台車中心間距離は 4900mm、事業席は19.5立方メートル、自情は15.3トンで、換算量数は、席車4.5、空車1.6であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に車席を承継している。 1988年から廃車が始まり、1994年7月までに全廃され形式消滅した。1994年7月の廃車後も車両は1998年頃までは、水江町駅構内と家駅構内に留置していた。国鉄補機34,200経過車に関するカテゴリー、ありがとうございます。